自動車におけるリコールとは、設計や製造段階を原因とする不具合が特定の自動車及び原動機付き自転車に発見され、その不具合により、保安基準に不適合となる場合、道路運送車両法第63条の3に基づき、メーカーや輸入業者が国土交通大臣へその旨をあらかじめ届け出て、該当する製品を無料で修理をする制度のことである。 日本では1969年6月に運輸省の通達でリコール届けでの受付を開始し、同年9月に運輸省令である自動車形式規則を改正してリコール制度が法制化され、1994年7月の道路運送車両法改正でリコール制度が法律で明記されて1995年1月に施行された。自動車では近年、 複数車種の共通設計や部品の共用化などが進んだため多い場合には数十万台がリコール対象となることもある。1996年に日産自動車が対象者105万台、また2005年10月18日、トヨタ自動車は主力車種であるビッツやカローラなどを含む対象車が127万台にも上る過去最大のリコールを届け出た。 自動車やオートバイにおけるメーカーによる自主回収はレベルにより以下の3つがある。対策整備済みの一例近年、一部の企業において制度そのものを根底から否定するリコールの闇回収を多年にわたり繰り返し行う事件が発生し、法律の運用以前のモラル問題が顕在化した。百九十六年にスバルレガシーがブレーキの故障によって 正面衝突する事故を起こしたことがきっかけで、欠陥隠しが判明した。1998年、東京地裁は、富士重工業に、過料140万円の支払いを命じた。またこの件で、幹部二人に、業務上過失致傷で、有罪判決が下った。1999年、運輸省から初めて1977年から、 行っていたリコール学士による改善措置勧告書が出された。そして、三菱リコール隠し事件、三菱不装リコール隠し事件以降、企業の社会的責任が厳しく問われるようになり、日本版企業改革法制定への追い風になったという意見もある。2004年、三菱が1999年に発覚した時に、すべての情報を開示せず、 リコール学習を続けていたことが発覚する。死亡事故を2件含む多数の人身事故を起こしていたことが発覚する。2004年8月には、トヨタ自動車で1988年から行われていたリコール放置が発覚し、国土交通省が業務改善指示を通達した。2014年12月、ホンダ技研工業が高田製エアバッグの不具合に関して、 調査リコールを全世界で行うと発表した。調査リコールとは、車両に関する不具合や欠陥に関し、メーカーが予防的措置として自主回収した上で原因を調査し、特定することを目的とするリコールである。2016年4月の日本経済新聞の報道によると、高田のヤバック搭載車は全世界で1億台以上、費用は 総額1兆円に上るものとみられる。ありがとうございます。